どうもこんばんちは、岸とです。アマネスイッチ続き読んでいきたいと思います。放課後になって俺は帰り自宅をしているアマネの机に手を伸ばすと、数枚の小銭を置いた。ん、不思議そうにコインを見つめてから俺の方へ、俺の顔へ向き直るアマネ。昨日の、本当にこれはいいの？よくないって。受け取れないよ。何かのゲームみたいに机の上をジャッジャッと押したり引いたりされるコイン、意外に頑固だな。シンジ君こそ。お金のことはちゃんとするよ、子供の頃から言われてきた俺はどうしてもここで引き下がるわけにはいかなかった。お金の貸し借りはいけません。貸し借りじゃなくてお礼だから。うん、天音の方も是が非でも受け取りたくない様子。さ、困ったぞ。あ、じゃあこうしよう。困った挙句、俺の頭の中に一つのひらめきが思い浮かんだ。弁当をごちそうになったお礼に、今日は俺が何かごちそうする。え？言葉の意味が理解できなかったとも言うのか、天音はいぶかしきに俺を見つめる。突然だけど、今日これから暇？本当なら、昨日の日を誘うのはスマートじゃないのだけれど、明日は委員会があった。暇だけど。じゃあ、どこか寄っていこう。昨日のお礼に、アイスクリームとかあんみつとか、アマネの食べたいものをご馳走する。え？あまりにも強引だっただろうか、アマネは不思議そうに考え込んでしまった。私がお礼したのに、それにまたシンジ君がお礼するのって、なんか変なんじゃ。変じゃない。行こう。はい、立って。はい。深く考えると、ろくなことはないとばかりに、俺は天音を立たせて先導する。どこがいいかな。実はこの時、密かに俺の心は浮き足立っていた。こんな可愛い子と一緒に帰れて、しかも寄り道できるなんて。俺は今までになかった感情で、俺は自分の変化に戸惑いながらも、ウキウキせずにはいられなかったのである。小雨の降る中、天音の机、上に傘を差し掛けてやりながら歩く。毎日のようにこの世界は雨降ってません？彼女は今日も自分の傘を持っていないようだったが、俺は何よりこのあいあい傘状態に勝手に浮かれていた。甘いものがいい？辛いものがいい？辛いものって何？明太子とか？一応ギャグのつもりというか、甘いものが嫌いだったら困るので聞いてみただけなのだが、そうダイレクトに引き返されると困ってしまう。カレーとかもあるよね。なんだろう。あ、担々麺とかカレー。あ、そういうの。近くに100倍カレーの店があるよ。食えねえだろ。それはちょっと。ですよね。女の子に100倍カレーはなかった。第一、この子がヒーヒー言いながら額に、汗してカレーを食う様など全く想像できない。そして見たくもない。前のところではどういうところに寄り道してたの？つい考えあぐねて尋ねてしまったのだが、天音はさらっと答える。寄り道なんて今日が初めて。え、友達と買い食いとかは？私、友達いなかったから。あ、もしかして彼女は転勤族の子なのだろうか。学校を転々としながら育って、友達もできぬまま次々にいろんな土地を移動してきたとか。だとしたら無神経なことを聞いてしまった。ごめんね。あ、そんな、いいの。私こそごめんなさい。こういうの初めてだから、どうしていいかわからなくて。そっか、そうだよね。ここは俺が頑張らなければいけない。改めてそんな使命感に燃えてくる。せっかくうちの学園に転入してきたのだから、この町を満喫されてあげなくては。うちの学園の女子たちはさ、最近できたドーナツ屋の話とか、
昔からある甘味屋なんかによく行ってるらしいよ。へえ。甘いのもしかしたら嫌い？あまり反応が劇的なものではなかったので恐る恐る聞いた。俺の想像では女子ってものは甘いものの話に、そうなんだ私も行きたいとか食いついてくるイメージだったから、そんなことはないぞ。本当に中学生ぐらいの発想だよそれ。でもアマネは少し違っていた。嫌いじゃないけど。けど？あまり食べたことなくて。そうなの？女子はみんな甘いものをむさぼり食うものだとばかり思っていた。どういう発想をしてんだお前は。少なくとも俺の知っているヨークやユキカ姉さんはそうだし、母さんなんて飯食った後に別腹とか言っておはぎを食うしまったのに。だから好きか嫌いかもよくわからないの。食後のデザートとか絶対食わねえな俺は。へえ。あまりの不思議さに俺がポカーンと口を開けてるのを見て、あまねは自傷気味につぶやいた。変よね私。変じゃないよ、ちょっとだけ変だけど、でもそれは嫌な偏差じゃない。じゃあさ、いろいろと食べてみたらいいんじゃない？好きなものを探していくのってきっと楽しいよ。そうかも。それじゃあまたいろいろと教えてください。任せといて。先生と学生みたいになった俺たちは連れ立って雨の繁華街を歩いた。まあここ、そういえばクラスの女子たちがこの店の話してた。俺はピンクピンクした彩りの店を前に立ち止まる。何のお店？必然的に立ち止まったあまねもその店を見上げて尋ねた。確かクレープとパフェの店だったと思う。へえ。そうしてる間にも見慣れた制服の面々が何組か店の中へ入っていく。どの顔も笑顔でとても楽しそうだ。俺はあまねにあんな顔になってもらいたくてせっつくように言った。今日はここに入ってみない？うん、シンジ君がそう言うなら。よし。俺は店先で肩を閉じ、あまねと一緒に店の中へ足を踏み入れた。おお。ジロドアをくぐるとふわっと甘い香りに包まれる。同時に女の店員さんたちの明るい声が降り注いだ。いらっしゃいませ。きれい。ショーケースの中に並んだ色とりどりのサンプルを見て、あまねが甘類の声を漏らした。事実そこにはイチゴや生クリーム、チョコレートやバナナが芸術的に盛り付けられたスイートで幻想的な風景があったのだ。どれでも好きなものを頼んで。すごくいっぱいあるのね。こういう店が初めてのあまねはずらりと並んだサンプルを興味深く見つめている。それは俺とて同じだ。どれも同じようで違いがいまいちわからない。まあ男一人では入れないような店だな。絶対俺も行けないよ一人では。こんな頃ならクラスのナンパ野郎にでもおすすめを聞いておくべきだった。当店のおすすめはストロベリーベリーベリーでございます。なんだそれ、なんでベリーが3つついてんだ。ベリーベリーベリー、最初のベリーはいいとして、あとの2つは何なんだ。当然の疑問に首をかしげる俺に向かってピカピカの笑顔で店員は言う。さらにトッピングでベリーの追加もできますよ。追加対抗でストロベリー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 マッチサンキューになります。なんだそれ。どういう進化だそれは。最近のコーヒーショップで単なるコーヒーを注文するのもままならない俺は、店員の説明を聞いてもさっぱり意味不明だった。まあもう少しシンプルなものは。頭をかけながら恥ずかしい含んだ俺に、店員は素人かとても思ったのだろう。サンプルを指して言う。でしたらこちらのチョコレートサニーデイなどいかがでしょうか。サニーデイ？サンデーじゃなくて？はい、サンデーと同じようなものですが、こちらオリジナルでお日様の形に作ってございます。まあサンデー自体と、どういうものか名前しか知らないが、指さされたものは確かにバナナなんかで日光のギザギザ感がよく表現してある。きっと真ん中のアイスが太陽のつもりなんだろう。
面白いね。うん、単純に面白くてアマネを振り返ったのだが、そこにいた彼女の顔は意外なことに曇って見えた。あれ、チョコレートを嫌い？そんなことない、いいと思う。俺の問いかけにハッとしたように普通の表情に戻ったアマネはうんうんと頷いて答えた。じゃあこれにする。あ、うん、でも全部は食べられないかも。でもまあとりあえず、うん、とにかく注文が決まって俺も店員もほっと目を立て下ろす。チョコレート3人でかしこまりました。うわすごいな。本当にテーブルに運ばれてきたサニーデーはどこかの大物演歌歌手の衣装みたいに華やかだった。よくこんなの作るっていうか思いつくよ。本当に俺とアマネはサニーデーに圧倒されてしばらくそれが食べ物だということを忘れていた。まあどうぞ召し上がれ。シンジ君は食べないの？アマネが残したらもらうよ。そんな、だって食べられないかもって言ってたでしょ。そうだけど。いいから先に食べて。じゃあお先にいただきます。うん。しかしアマネはフォークを手に戸惑っていた。どこにほうきを突き刺すべきなのか初めの一手がわからないのだ。大丈夫かな。やっとアイスに立っていてバナナの一つに恐る恐るフォークが入る。下半分に生クリームとアイスクリームのついた一口大のバナナ、はあ、それを口の中に頬張り一噛み二噛み。どうかな、甘い。やっぱり歯に染みたみたいに目を閉じてアマネはもぐもぐとバナナを味わった。しかし意外なことにすぐに出た感想は、でも美味しいだった。そう、うん、もっと甘ったるいものかと思ったけど美味しい。どんどん食べなよ。気をよくした俺の言葉にアマネはプンとうなずいて二口目三口目と食べ進む。名前で少し不安だったけどこの味は好きかも。ん？チョコレートサニーデー？サンデーをもじるセンスはどうかということだろうか。アマネはそんなことを口にしながらアイスクリームを細長いスプーンでえぐった。アイスクリームなんてすごく久しぶり。え？俺なんて夏は毎日2個は食ってるよ。はん、こう言うと変態みたいだが、その時の俺の視線はアイスクリームを食べるアマネの口元に集中していた。白く冷たいアイスクリームがアマネの唇の間で溶けていく様、薄紅色の中へ白いものが分け入っていく光景がなぜかクローズアップされて見えていたのだ。俺の喉が鳴って二人同時に声が出た。俺のあは変態みたいな視線を放っていたことへの羞恥心だったが、アマネはその答えは即に彼女の方から提示される。ごめんなさい、私ばっかり。いやっていうかその音って絶対聞こえなくないか聞いたことねえぞ。よくさこうね、美味しいものが目に入って生唾を飲むとか あるけどさ、絶対人に聞こえる音じゃないだろうそれ。いやいや、いいのいいの。ノイラ、アマネのアーは俺を気遣ってのアーだったようで一安心する。シンジ君も食べて、スプーンもう一本もらうね。いいよ俺は。すいません。遠慮してる間にアマネは店員へ向かって声を放ってしまっていた。しかしすいません。アマネの細い声は忙しく働く店員たちの耳には届かなかったようで、誰もこちらを見てはくれない。すいません。いいよこれで。何度も懸命に声を出すアマネが不憫で、俺はアマネの手からスプーンを取って自主的にアイスクリームを作って口に運んだ。いやお前が声かけろよ主人公って思わねえかみんなうまいね。舌の上にとろけるちょうど良い甘さと冷たさ、ビターなチョコレートが鼻に過去の香ばしい香りを送ってくる
その時の天音の表情、なんというのだろう、ポカーンでもなくキョトーンでもなく、どこか眩しい光でも見るような目で俺を見ていた。その顔を表現する言葉として最も凄ましいのが光悦だとなるとは、この時の俺には知る由もなかった。どうかした？時間が止まっていたかのように見えた天音が俺の声で動きを取り戻す。なんか固まってたけど。その時俺はやっと気づいたのだ、自分の軽率な行動に。ごめん勝手に。そうだよね、嫌だよね、ごめん。俺は焦りすぎようと焦って自分が口に含んだスプーンを紙ナプキンで拭きまくる。女の子のスプーンを使ってしまうなんて、それは関節キスじゃないか。もう遅えよ。紙で拭ったって遅えだろ。それが嫌だったから天音は新しいスプーンをもらおうとしていたのだろう。浮かつだった。違うの。違うの。スプーンが曲がりそうなぐらい擦る俺に、天音は首を横に振りながら言った。私、シンジ君が、私なんかの使ったスプーンじゃ、気持ち悪いと思ったから。こんな可愛い子の使ったスプーンを気持ち悪いなどと思う男がいるだろうか。極度の潔癖症でもない限り、むしろ喜ばしいというか、それではまた変態みたいになってしまうが、ラッキーと思うのが普通だろう。これはまあお互いにちょっと好意があるような関係だから、こういう形に収まるかもしれないけど、そうじゃなかったら絶対言ったら、気持ち悪いと思われるだけだからな。男のみんな気をつけろ。気持ち悪くなんてないよ。それより、むしろ俺の方が気持ち悪いでしょ。ごめんね。ううん、私はそんなこと全然。本当。はあ、よかった。セクハラ扱いされたらどうしようかと思ったよ。そんなこと。俺たちは互いの誤解が解けたことに小さく笑い合い、今度は交互にチョコレートサニーデーを食べ進んでいった。外は雨が降り続いていたけれど、サニーデーを食べる俺の心は晴れ晴れとしていた。本当にごちそうになっちゃってよかったのかな。だから俺は昨日のお返しだからいいんだったわ。店を出てまた最初の話に戻ったまでに呆れ顔で言った。すると彼女は丁寧に頭を下げると、それじゃあごちそうさまでしたと俺に向かって俺の言葉を口にした。このお礼は100倍カレーね、で返すね。お礼のお礼はいいっぱい。あと100倍カレー食いたくないから。でも今日は本当にありがとう。まさか。アムラはその時なんだか物売り気な表情をしていた。まさかお日様を食べるとは思わなかった。そのことは俺はごく軽く受け止めてしまっていたのだ。天音にとって何か深い意味があるとは夢にも思わずに。天音、家はどっち？私はあっち。彼女が指し示したのは俺の家とは反対方向。それは少し残念に思ったからちょっとした提案をする。送って行こうか。だが、うん、一人で大丈夫だから。そう、送り狼になるようなそこまでの下心はなかったけれど、単純に天音ともう少し話していたかった俺はがっかりしてしまった。でもそんなことを顔に出すわけにはいかない。それではあまりに格好悪すぎる。それじゃあまた明日。うん、また。と言うと天音は俺に背を向けて歩き出した。傘持ってんの？傘。ぼさっと彼女の後ろ姿は見送り落ち、景色の中に溶け込んでいく天音の上に霧のような雨が降り注いでいることに気づく。あ、傘。けれどもう俺の声は天音には届いていなかったし、追いかけてまでビニール傘を突き出すような雨量でもなかったから、俺もそのまま方向転換して家に帰るのだった。また一緒に食べれたらいいな。怪我人はどこだ？目撃者はいないか？俺が知るはずのない光景、知らないけど知っている光景。ここはどこだっけ？これは何だっけ？
女の人が、女の人が、女の人？違う、男だ、男だよ。男の人？下がって、いいから下がりなさい。あ、これは事故だ。踏切で事故が起きたんだ。俺の知ってる人が踏切で事故に遭ったんだ。俺の知ってる人、それは誰だ？朝目覚めた俺はあてび一人だった。今まで何度も見た夢けど、それでいて内容もよく覚えていない、言えない感じだけが残る中、なんなんだよ、くそ、また雨か。この大いなる自然の恵みが俺の悪い夢も洗い流してくれればいいのに。そんな気持ちで今日もいつもと同じように支度をする。そうしているうちに嫌な気持ちが徐々に薄れていくのが分かっているからだ。この漠然とした嫌な気持ちが。おはよう、シンジ君。ああ、おはよう。教室に入って席に着くと、アマネが近寄ってきて朝の挨拶をくれた。なんだか元気ないけど、どうかしたの？ああ、うん。俺はよほど承知していたのか、心配そうにアマネが顔を覗き込んでくる。顔色も悪いみたい。気分でも。そうじゃないんだ。ただちょっと夢見が悪くてさ。夢？うん。あの夢を見た、日の朝はクラスメートたちの声さえ鬱陶しいのが常だったけれど、アマネの声は不思議と耳に心地がよくて、清水のようにすっと胸に入ってくる。そして不思議とそれが少しも不快ではなかった。時々同じ夢を見てね、うなされることがあるんだよ。どんな夢？それが起きちゃうとよく覚えてないんだ。ただすごく嫌だっただけで、思い出そうとしても思い出せないものもどかしさも嫌だなだろう。俺は頭をぐしゃぐしゃと書いて不快感を振り払おうとする。私もそういうのあるよ。あまねも？小さい頃から何度も見る同じ夢。そっか、みんなあるのかな、そういうのって。多分。不可思議な夢が自分だけではないと思うと少しではあるが気が楽になった。だから俺はアマネが繰り返し見るという夢の内容が知りたくなり、アマネの夢ってどんな夢？と何気なく尋ねてみる。私のはね。何何何の話？まあ、またお前か。とさえ口にするのも億劫になるくらい、能天気な声を上げて割り込んできたな、陽子。おはよう、峰岸さん。アマネの挨拶に軽く顎を上げて答えると、陽子は俺の机に両手をついて身を乗り出してくる。二人で何話してたの？今まであまり思っていなかったが、こういう気分の時に陽子の声はキンキン頭へ響いた。別に大したことじゃないよ。いいじゃん、教えて教えて。お前、こいつ昨日の態度忘れたのか、それとも気まどくてわざと能天気に振る舞っているのか。どちらにせよ朝からハイテンションできつい。そんな俺の不機嫌さを察してか、アマネが陽子の横で、脇でフォローしてくれる。あの、シンジ君が嫌な夢を見たって話で。は？夢？そんなことでそんなぶっちをずらしてんの？なんだなんだって、まるで大したことないみたいな言い草に俺は底知れぬ疲労感を覚えていた。だけど元気重視のヨークは俺が悪いみたいに言ってくる。夢なんて所詮は情報の整理でしょ。そんな作業的なもんを気にするなんてバカみたい。情報の整理？知らない？頭の中にあるどうでもいいような記憶を整理して蓄積するものと捨てるものに分けてるんだって。この前テレビで偉い人が言ってた。どうでもいいような記憶？俺の見ている夢がどうでもいい記憶で分別作業中だとしたら時間がかかりすぎな気がする。それにどうでもいい記憶ならどうしてこう何度も何度も見るんだ。俺が首をひねっていると
ロークはさらに聞きかじのネタを出してきた。あとさ、これから先で起こることを脳が予知してて、そのショックに精神が耐えられるように刺激的な夢を見せて、だんだん心を慣らしていく過程っていう説もあるみたいだよ。全然違うじゃねえか。知らないよ、偉い人が言ってたんだもん。陽子の言う偉い者というのは昔から当てにならない。こいつにとってテレビに出てくるような人はみんな偉い人なのだから。じゃあこれから俺に何か悪いことが起きるってことか？そんなこと言ってないでしょ。言ってるわい。確かにもしもこの不快感の数倍の出来事が起こるのだとしたら、いきなりドカーンと食らえるよりは精神にいいのかもしれないが、しかしそれにしたって長すぎる。ガキの頃からちびちび鳴らしすぎだろ。どうなってるんだ俺の脳は。でどんな夢なのよ、あんたの夢ってのは。覚えてないんだな。はあ、覚えてないのにどうして悩んでんの？だから甘い気まじんに俺が、言葉をつなごとすると、また甘根がフォローしてくれた。嫌な感覚だけが残ってるらしくて、夢って普通目が覚めたら忘れちゃうから。私は覚えてるよ。甘根の言葉を軽くいなして、よくが得意に腕組みする。じゃあ最近見た夢の内容を言ってみろよ。いいよ。そうだな、あ、3日前。ヨークはさも嬉しそうに話し始めた。私がニューヨークでセレブ生活しててね、友達もすっごい人たちばっかなので、おしゃれなランチしながら今夜どうするみたいな話してて、夜にクラブへ繰り出すとハリウッドスターとか石油王なんかにチヤホヤされて、ゴージャスナイトを楽しむわけ。すごくない？すごくない？お前それなんかの映画の話じゃん。あれそうだっけ。どこかで聞いたような内容にヨークの脳天気さを改めて思い知った。聞かなきゃよかった。何よ。悪夢の話してたんだよ俺たちは。悪夢だってちゃんと見るよ。ちょっと前に大きな洋館に閉じ込められて、仲間とバラバラにされたところへゾンビが出てきて、それが化学兵器を作っている会社の陰謀だって知って。それも映画だろ。あれでもほら、いらない情報だから夢で整理してんじゃん。そうなのか。ほらやっぱりそうなんだよ。あまりにごちゃごちゃ喋られるもんで、だんだん陽子の言ってることが正しいように思えてくる不思議さ。もしかしてこいつは詐欺師向きだったりするのかも。なんかもうどうでもよくなってきた。あまね、一限目なんだっけ。あ、原告よ。そっか、サンキュー。なんかあれ、二人結構仲良くなった。え、ヨークがちょっと引きつった顔で笑っている。でもその意味が俺には分からなかった。何が？今名前呼んだよね、呼び捨てで。ああ、なんだそんなことかと思い、ヨークの耳立つさに少し呆れた。大雑把なくせしてそういうことにすぐ気づくとは驚きだ。なんで？なんだって、別にお前のことだって呼び捨てて呼んでるだろ。そういうことじゃないでしょ。じゃあどういうことだよ。もういい。はあ？何かというとこいつはもういいだ。絶対にいいなんて思ってないくせにすぐそう言ってむくれる。めんどくさいやつだな。もういいってば、帰る。なんだあれ、いつものことだが気分屋で困る。振り回されるこっちの意味もなってもらいたいものだ。ごめんね、峰岸さんと喧嘩になるんだったら名字とかで呼んでくれて構わないから。いやいや、それおかしいし、どうして陽子の機嫌を取るためにいちいち友達の呼び方を変えなきゃいけないんだ。気にしなくていいの、俺
俺はアマネをアマネって呼びたいんだから。俺の言葉にアマネは少し微笑んだ。まったく、同じ女なのに、この誓いは何だろう。かたや言いたい放題、わがまま放題、かたや人に気を使って人間関係に気を配った。足して2で割っても、両子分がまたいそうで怖い。でも、峰岸さんはすごいね。シンジ君を元気にしてあげられて、羨ましい。アマネは遠くを見るような目で空を 見つめ、陽子の言動に感じ入ってるように感じだった。元気にっていうか、ほぼ怒りなんですけど。私にはできないもの。尊敬しちゃう。はあ、そういうアマネに俺は尊敬の念を抱いてしまった。よくあのガタツの目の当たりにして羨ましいという感想が出てくるものだ。なんて性格のいい子なんだろう。あ、ドレーが鳴った。でもまだ本礼までには5分ある。まだ5分、アマネと話せると思った。さっきの続きだけど、俺はアマネの夢の話が聞きたくて仕切り直したつもりだった。なのに、水島君、放課後委員会だから忘れないでよ。昨日も聞いたよ。わかってるってば。学級委員の片荒れが昨日と同じ念押ししてしまい、その間に天音は正々と、席に戻ってしまった。ああ。この時の落胆は俺が思っていたよりも意外に大きく、どうして自分がこんなにがっかりしたのか不思議だった。だが、ただ、雑談が終わっただけのことなのに。はい、というわけで、じゃあ今回はね、一旦この辺で終わりにしたいと思います。ぜひともね、チャンネル登録、高評価してくれたらね、励みになりますので、よろしくお願いいたします。次の次回もよかったら、また見に来てくれると嬉しいです。それでは。